昇山県は、中華人民共和国石膏省寧波市の管轄下に、ある県。東、ナ海に浮かぶ、量産列島や旧産列島などを含む、県政府所在地の南西に像がしゃがんだ形の、昇山があることにちなむ。石浦バスターミナル漁港古城の道路標識像、山形は、西は、寧海県、北は、州区と接し、笹ぐ角とは、昇山港の対岸に位置する。 主要部は半島上にあり、三方が海に面している。山がちな地形で、山地面積は71%、森林カバー率は59%を占める。バビショウ・クロマツなどの新葉樹林と、クスノキ・シナノキを主とする紅葉樹林と妄想地区などの竹林が混じる。県内の最高峰は、東運ぶ山。平地は、東部の南総平原と西南部の定山平原に、 大きく分かれ、上8万、下8万と称され、このような県全体の地形は、七山一水に噴殿と称される。半島の南及び東海上に、両山列島、九山列島、四小列島、三丈列島、半招き列島がある。アリソフの気候区分で、亜熱帯海洋性モンスーン気候地域に属する。年平均気温は、約摂氏17度と温暖湿準で、 四季がはっきりしており、平均降雨量1463ミ、mm、リメートルと、雨量も十分にあるが、梅雨、台風時期に集中している。山勝ちですぐに海に流れ込むため、水資源の利用はしづらい。東側には入り組んだ海岸線と島が多く、海洋資源が豊富で、古来漁業が盛んに行われているが、21世紀になってからは、 海浜観光保養地としての開発も行われている。島所部には旧産、列島国家級海洋生態自然保護区と両産、列島国家級海洋生態特別保護区が設置されている。伝統的に優勢を持つ漁業のほか、林港地区における造船業、発電等の産業が大きく、メリアス製品、金型、自動車部品、水産加工などの工業と建築業も、 一定の規模を有している。新たに海洋生物資源開発、IT 関連の産業を推進している。農業創生産学は、石膏省、トップレベルで、経済作物は、水筒、綿花、ムシ、大豆など、山中に湧くはクワ、油切り、湯茶、茶の木、柑橘類、山桃、ビワ、桃などの経済幼女が植えられている。水産物創生産量は、 全国的に上位にあり、タチウオ、マナガツオ、ワタリガニ類、秋ミの水揚げやマガキ、マテガイの養殖で有名。海洋レジャーなどを中心とした観光業も伸びている。2014年の県内総生産額は388.7億人民元。公共財政収入は54.8億人民元で、都市部住民の一人当たり可処分所得は4万175人民元。 農漁民一人当たりの純収入は18,127円であった。県南部に位置する港町石浦人には、新代の町並みを観光用に保存した石浦古城という一角があり、中国歴史文化名人に指定されている。石浦漁港から船で量産列島に行くことができる。ありがとうございます。